デカ盛りしチャンネル。こんにちは。こんにちは。デカ盛りチャンネルです。伊勢村隆です。まあ隆と、はい、ちょっとね、トライカーイベントをやろうってちょっと裏でちょっと話してて、ずっと言ってました、ね。そう、ずっと言ってて、やっと、すいません遅くなって。いい、もう何でもいいですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。静岡、あの僕のスクールやってるところで、今日。約100名ぐらいに来ます。でもやっぱゴールの大切さとか、はい、そういうのも含めてちょっと一緒にやっていきましょう。できる限りのことを、ね、OK、 短いですけど教えていきたい。そうやね、現役やからとか YouTuber やからとかじゃなくて、生粋のフォワードなんで、僕たちしっかりそれを落とし込みたいと思って、あの、はい、子供たちに未来を託しましょう。そうやね、日本のサッカー。そうやね、でこれをやっていってワールドカップ行ったらすごくない？やばいですね。そうで、そういうのちょっと第1回目やから、第1回チキチキやから、でチキチキフォワードをガキ使やった。そう、フォワードを育てようみたいな感じで。ガキ使やった。だからあんまちょっとエンタメ要素ないと思うんで、しっかり、ね、教育今回はちょっと、そうやね、マジでそうやね、しっかりやっていきたいと思う、はい、その様子ちょっとあの今から流れていくと思うんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。デッカチャンネル、こんにちは。こんにちは。今日はゲストでリズムの高くん来てくれてます。リズムの高です。シュートを森島さんと一緒にやっていきますので、ちょっとでも上手くなるように教えますので頑張っていきましょう。お願いします。お願いします。おう、じゃあボールとしてみんな遠い。このつま先でこうやってやるのは、まあリフティングとしてはありやけど、キックするときに足首固めてたら大きくなっちゃうね。だから足首伸ばして伸ばして蹴ってみて、こうやって音が全然ちゃうから、こういうふうに足の甲で蹴る、足の甲でしっかりこうやってつま先こうやってやったら変な感じになっちゃう。ミートしたらボール回転せんから、例えば今両足、まあ、今中3やからパワーとかもついてきたらできるかもしれんけど、左足になったら苦手やからもっと固まるから、こういう風になっちゃう。分かる？苦手意識解くためにしっかりリラックスして当ててみ。 OK、 別にミスっていいから。 OK、 じゃあやっていこう。そう、いいよ。音がちゃうで、音いい感じだぞ。ちょっとこの年齢になったらちょっとあれやな、ちょっと指導にも力入るな。ちょっとピリッてしまう。なん、ピリッてするか。今ちょっと体の羽っていう、またあと概要欄残しておくんです。ゼロポジションっていうのをやってるんやけど、体はな、裏がないけど、もうてか俺びっくりしました。今こんな硬いんですか？今中学生2個もあるんですけど、やっぱ体硬いん。さっきも聞いたんですけど、うん、スライディングの仕方わからへんとか、スライディングできへんですよ。うん、そやな、滑り方わからへん。わからへんな。はい、余裕あるから両手万歳、そのまま上見て後ろ、後ろ見て、手と手遠く伸ばしてね、後ろ、はい、体の前の面全部伸ばせよ。やっぱりな、今日もうこれだけでいいんじゃん。なあ、ほんま大事やで。ゴール決めてパフォーマンスできないからね、これできないと。ほんま大事やで、柔軟の大切さみたいな。まずは怪我をすることが少なくなるのが柔軟の大切さやけど、あとは無理が効くようになる。サッカーってもともとミスが起こるスポーツやよ。だ、そのミスのスポーツをいかにミスが少なくするのかっていうのも非常に大事なところで、ここのボールは届く、パス来て、ここのボールも届く、じゃあ次のボールが体が硬かったら届かへんけど、やっぱストレッチしてたらここまで届く。これでもだいぶ俺硬くなった。ほんまもっとベタってついてて、まあ、やっぱ引退してしまってから硬くからあったけど、もっとちゃんとやってた時はここら辺までバッてついてた。やば、俺もできてた。ボールが上に来たボールをここまで届かへんかったけど、ここまで届いてトラップできるとか、バーンってぐらい柔軟性っていうのは大事。自分の体を使うっていうのも大事。怪我も少なくなるし、無理が効く、無理が効く体になる。だからほんまにお風呂を使って30分だけでもいいから、ストレッチ、今何でもいいやん、 YouTube とかでもいいし、本でもいいし、ストレッチをみんなしてください。ちょっと今見てる限りはちょっと硬すぎる、さすがに怪我しちゃうよ、これやったら。怪我したら一番もったいないからね。で、キックもせいで体が硬かって、ここまでしか上がれんかったやろ、うん、こうやってグッていったのが、ここまでウィーンってドーンって言ったやろ。今日から30分やってください、皆さん OK ですか？はい、はい、最初バーって3本当たったら終わり。ここから、はい、ここからここやったらどこでもいい。これより前出たらあかん。で、ここの位置でもいい。 OK、スタート。5分、おい、5分、やばいやばいやばい、これやばいわ。ちょっとやばい、頑張れ。一本一本集中して、一本一本集中して、数こなしたら当たるじゃないで、一本一本当てて、一本一本集中したらすぐ終わるよ。
当たってきた。30秒30秒終わった。1人15秒3人まだ OK。 今やったらバーっていって遊びとかでやってる人あ結構おる。その中でも遊びの中でもこれ今一応練習の中に入れた理由がバーっていって意外とすごい重要なことで、シュート打つときキックでパス出すときって同じところに何回も蹴れる選手っていうのがやっぱりうまいわけで、じゃあバーに何回も当てれる選手っていうか試合中に同じところにシュートコース蹴り分けれる選手、同じところに味方にボールがずらさずにパスができる選手、やっぱだからパスの成功率シュートの成功率が高いってわけで、それって何やと思う今バーってしてる何がみんなに足りひんかったと思う。その4人以外で狙ったとこに綺麗な、いいよいいよ、どん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 行こう、何でもいいよ何でもいいよ、間違ったことないよ。分からんいいよ分かるよ。 OK、 じゃあ時間もあれやからいいよ、集中力もうこれだけ、もうこれだけ、本気で集中してやってた、もう本気で狙いたいと思って。 OK、 いいよ、集中しないとゴールマジで取れん、集中と準備 OK、 これをしとかんとマジでゴール取れんで、今シュートのことやってるけど、ディフェンスの方も一緒、ディフェンスのやつも一緒ね、一緒ね、集中しとかんと失点するよね、それと全く一緒で、やっぱもうみんな中学生なんやから一個一個のこと練習集中してやっていけば、それが積み重ねって上手くなっていくから。 OK ですか、よし、はい、じゃあ次パスコン、このボールとこのボールの間に来てだから1、2、3、4、4箇所に分かれてください。ここでパスコンね。 OK、 パスコン行こう、インサイド普通に出したら次のところに移動する。はい、いいよ、そうそう、これ終わったらシュート打つからね、内転筋とかいろいろ温めといて、前に行こう、前に行こう、いいよ、練習の時はこれはずっと引っ張って引っ張って、 OK、 シンプルにボール出してシュート、シンプルにボール出して開くだけシュート、ちょっと何回か何球か見るわ、みんなの OK、 こっちが行こう、こっち真ん中、あのみんなの蹴り方行っていいよ、打ったら行っていいよ、打ったら行っていいよ、打ったら行っていい、行ったら行っていい、もっと強く蹴るから行ったら行っていい、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 力抜くっていうのはなんかダラダラするとかじゃなくて、そのシュート打つときだけ力を入れてほしくて、それ以外はリラックスして、リラックスしてここのシュートのときだけ力入れる、力抜いてリラックスして当てるとこだけっていう。 OK、 で枠入れる、シュート枠入れな、ゴール入らないから。 OK、 よし行こう、いいよ、力入ってる、そうで、体はかぶせる、そう、はい、ネットに突き立て、はい、はい、行こう、はい、そう、そう、じゃあ、OK、 そう、お、素晴らしい、 OK、 じゃあちょっと集合しよう、今一瞬の短い時間ですけど、全員変わってた、それ分かる、俺言ってないこと、ちょっと自分のシュート良くなったなってちょっと変化されたから、ちょっと感じた、あと人も見ててなんか変わったなって思った、なんか違うよね、やっぱり、だからその膝下を素早く振り抜くことと、やっぱ体をかぶせるっていうのをやっぱり意識すると、シュートっていうのはめちゃくちゃ良くなる。で、今こうやってみんな最初にやったあの集中するのって大事で、俺がちょっと言ったらみんな中学生からすぐ理解できてたやん。で、それをやっぱり自分のチームに行った時にもそれを最初からやったし、そしたら自分のチームにいるライバルよりもちょっとでいける。で、このちょっとっていうのはちょっとかもしれへんけど大きいからこれ言ってること難しいけど、そう、ちょっとっていうのめちゃくちゃ大きいから。 OK、 で、ここで学んだことをしっかりやってます。 OK ですか。 OK、 じゃあ水取りで入れ替わろう、入れ替わるよ。
テッカチャンネル。俺と次はどっちかって言ったらカーブ系ね。で、こっからパス出すからパス出せよ。で、サッカーってワンタッチシュートが一番多い。ゴール決めるのパスは。ゴール前でずっと止めて蹴るとかやってたら大事な場面で見えてなくて点決めるからなるから、だからワンタッチでしっかり決める。俺のシュートってシュートのゾーンっていうのは最後にどこに入っとけばいいかって感じ。悪いってこと。曲がるでしょ。引っかかちすぎてこっち行っちゃうんです。こういうふうに悪いってこと。最後の着地点がこういうふうに回っていってこういうふうになっていった方がいいと思ってるから回る。じゃあそういうふうに蹴ってみ。分かった。じゃあ行こう。ほら真ん中、こうキーパーやったら真ん中で外に外に持ってる。外にいいよ。そう、あれ変わってないな。なんでそんなに今まず肩の力、リラックス、リラックス。だから自分が体ガチガチでギャーンっていってる。しなやかにしな、しなやかにしてバーンってないと。わかる。じゃあみんな見えるときて2回シュート打つからどっちが正しいか見てみて。こう入ってこう入るか。ボール決まってこういうふうに回ってこういうの蹴るか。どっちがいいと思う。どっちがいい。2番目。そう、2番目やね。まっすぐ直線的に入ったらボールが進んでるから、進んでいくから変わっちゃう。けどこう膨らんだ方が力もらってるからしっかり打てる。こういう強いシュート。分かった。左利きもせいで逆に膨らんで入る。 OK。 はい、マーカーからさあ行こう。裏、はい、行こう。おーや、左足もこの足蹴りになんない。弓矢みたいに引っ張らなあかんからこういう風にしながら、こういう風にで、まっすぐこうやってしてここから開くだけ。やってみ。そう、こうなんない。膝曲げてインサイド蹴る感じ。 OK。 おー、いいやん。危ないです。おい、ナイス。あ、それ左利きやもんな。いいよ。オッケー、いいよ。ナイスナイス。次、こっから右足で打ってみよう。オッケー。右の人は左は左でいいから、あっちは左で打つ。こっち次右で打つ。はい、行こう。むずいで。そうやったら直前的に入ったら難しくない。で、こう直前見たらあっちに行っちゃう。ベクトルこっち向けなかったから、ボールと一緒一回寄ってボールと一緒に出る。手を打ち込んじゃう。終わる。で、右足打ちやったらこっち持っていった方がよくない。ここにボール置いたらどう。蹴りにくいやろ。例えばフリーキック蹴るときってみんなどうやって蹴る。壁越そうとしたらボールを横に置かへん。横から入らへん。こういうふうにで、こういうふうにこう蹴らへん。終わる。だから外に置かなあかん。ボールがこっち出たらちょっと寄ってボールと一緒に出る。手打ってこうやって。終わった。 OK。 じゃあもう一回やってみよう。それで少し大げさくらいでいいね。そう、大げさでいいよ。いや、もっとやる、もっとやる。そう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 、そっちの方が蹴れるよ。ルーちゃん、ちょっと蹴れるだけで。そう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 。ほらボールを外に、外にボールは動くぞ。寄るけど、一緒に離れる。でも、それでも蹴れるでしょ。そう、今と一緒、逆寄って離れる。で、かなりリラックスする。 OK。あ、リラックスする。行こう。髪の気にすんな。なあそれ。なら一緒に、だから寄って一緒に離れる。で、ボールが外に来たら来ると思って予測もしながら。そうそう、いいよ。いいやん。左足でボール蹴るときに、例えば、いくよ。ボールがこう流れてくるよね。ここで蹴ったらこういっちゃう、こっちに。終わる。ボールがこう流れてくる、こうやって流れてくる、流れてきて、ここで蹴る、ここでこういう風に。終わる。だから、ミヤとあったらここで焦ってこうやって蹴っちゃってんねん。こういう風に当たらへんし、こっちにボール流れてくるよ。流れてきて、自分のこうおへそを通ってこっち来たら踏み込まない。終わった。 OK。 さ、
サッカーって中学生はもう分かってるけど、もうつい高校生やけど、サッカーっていうのは相手の良さを消すスポーツやん。そうじゃない？例えば分析とかあって右足で行きたいな、あと俺やったら中持っていくもん、左足蹴れへんやろ。でずっとそうなんで、それで左足蹴れなかったらどうする？なあ、それで成長妨げられねえんで、だからやっぱ、ね、練習しないしっかりで、今からでも上手くなるし、だからしっかり伸ばして、で体もで困難とかもなんない、普通にしっかり立って、でこれだけでいいから。分かった。じゃあ苦手な方も練習して、あともうちょっとで、そう、大きなシュー、これどっちでもいい、どっちでもいい、どっちでもいい、いいよ、最低限それよ、最低限それよ、最低限それでいいって。ノリオちゃん、そういうこと。オッケー、ワンタッチシュートやけど、やっぱ体の準備の仕方全然違うな。ただ、はい、自分がボール蹴りたいからってボールに気持ちってあるかな、ないやんな。だから自分で作らないの、強制的に。それを今日教えたから、オッケー。だから左足やからシュート一射きたくないな、ずっと中切られてんのに中いっちゃって取られたらもったいないから、そうやったら左パッてバンって打つような練習しとかないと、オッケー。で、ワンタッチやったらしっかりやっぱパスにボールが力伝わってるやん。だからしっかりそれをもらうためにしっかりインサイドで外側に行ったらいいカーブ曲がってて入るし、今日やったからすぐ上手くなるってわけじゃないから、どんどん練習していこう。オッケー、じゃあマーカー集めて、ボール自分のやつ持ってきて、集まろう真ん中に。テッカチャンネル、まあ、今回、まあ、タカと話してて、それやっぱフォワード、お互いフォワードやし、やっぱキックシュートとかやっぱ一歩教えたいなと思って、で今日初めて第1回やった。でもすごいためになるよね。俺の方法論もあるし、タカの方法論もある、終わる。いろんな意見取りって、でもやるのは自分やから、終わる。自分で表現しながら、言われて分からへんで誰も助けてくれへん、分からへんけど分かろうと しなあかんし、俺も教え方もなおな全然やけど、自分で見つけていかな、分かった。でそういうのをどんどんやっていこう。 OK、 はい、お疲れ様でした。さっきもあの小学生の、子たちにも言ったけど、じゃあ俺のボールを置いているところに踏み込んで、同じ俺が当ててるインフロントに当てたら、じゃあ俺と全くシュートが同じやつが打てるんかって言ったら、これも違う。何回も練習をして自分の形っていうのをやっぱ見つけていかないと、これはもうどうしようもない。シュートの技術とか、その言ったね、膝下を振り抜くとか体をかぶせるとかっていうのは教えれるけど、最終的に自分のいい形っていうのを確実に自分が見つけれる、見つけるしかない。だから何を聞きも何を言いたいかって言ったら、もうほんまにいろんなことを言われて、いろんなことを練習してもうまくいかんこともあるかもしれない。ただでも練習してるってことは確実にうまくはなる。下手にはなってないよね、練習して。だから練習することが大事、何回も継続することが大事、諦めないことが大事。 OK っていうことを伝えたいです。 OK ですか？大丈夫？俺に何でもいいよ。何俺に何でもいいよ。何でもいいよ。スマール、スマールだ。シュートしてる時って意識してることって何ですか？意識っていうか、もう意識ない。なんでかったら何回も繰り返してるから全部できんねん。ほら言ってる、俺言ってる。終わる。なんで、だって例えば聞いてみたら、うわー、おっさん抜いて、おっさんこの状況どうやって意識して、どうやってっていう時間ないもん。だから何回も何回も練習してるから自分の形になってんねん。だからそれは今練習してほしいと。ボールが来て抜いて、おっさんどうやって意識するとではもう取られるから、終わる。それが一瞬の判断でこっち変えてとかあるけど、わな、あるやんな。だからやっぱ何回も反復して自分の形作らないと、わかった？はい、 OK。お疲れ様でした。お疲れ様です。第1回目。いやね、俺めっちゃとスイッチ入っちゃいました、うん、そうやね、いいよね、いいよね。でもさ、やっぱフォワード同士だからさ、はい、やっぱ熱くなるときやっぱ一緒やね。いや、ほんまそうでした。やっぱちょっと第1回終わらず、はい、第2回もやっていってほしいね。楽しかったです、はい、ちょっとなんか本当要望あればフォワード育成しに行きます。タカと僕でお願いします。もしあればお話しください。こっちも学べることいろいろありましたね。そうやな、ほんまいいよな、子供とやって、うん、よかったです。そうやね。でまたほんま今日ありがとう、ほんまわざわざ、ほんま手術あったように、ま、いいな、もうみんなで頑張ってこしたもう終わり。